目白健進高等学校対渋谷教育学園渋谷高校の一戦です。回は4回の表です。一日どんよりとした曇り空は変わりません。ノーアウトのランナー出塁です。4番の川又元気、3年生です。引っ張った当たり、サード正面だ。前に落としている。ファーストが取れない。ライトバックアップして二塁はタッチはどうだ、セーフです。さあその一球に夢を乗せてどういったバッティングができるか。バットの先、ボテボテのショートゴロだ。ショート前進、一塁へ送球、セーフだ。タイムリー内野安打、児玉慎吾の一打。まずは先制したのは渋谷教育学園渋谷。打ち取った当たりにも見えましたが、懸命に一塁を駆け抜けた児玉慎吾、タイムリー内野安打。6番ファーストの安藤健人が入っています。詰まりながらもセンターの前に落ちます。三塁ランナーホームイン。そして一塁ランナー一気に三塁まで向かう。タッチはセーフだ。それを見て打った室町は一塁を回ったところでストップしています。ピッチャー室町和樹、自らを援護する形、センターへのタイムリーヒット。目白健進高校2点を追いかける形になりました。4回の裏の攻撃、ピッチャー四つ本君、ここで先発ピッチャー、ここまで2失点ピッチング、四つ本を迎えます。先ほどの回は1点先制した後、渋谷教育学園渋谷マウンド上の室町和樹タイムリーヒット、そして対する目白健進もピッチャー四本颯タイムリーヒット、ランナー帰ってきました。四本タイムリーで1点を返した目白健進、4回の裏、渋谷教育学園渋谷のリードは1点に変わっています。ここまでロースコアゲームとなっています。逆転のランナーが一塁に出塁します。星野拓実、松原君、キャッチャー松原君、5番キャッチャーの松原です。ただこれで内野はセカンドダブルプレー体制。この5回からマウンドは新宅雄介が上がっています。引っ張った当たり、ショート左、うまく掴んだ、一塁へ送球、ノーバウンド送球。これはいいプレーが出ました、ショートの児玉慎吾。しかしその回三塁ランナーホームイン、2対2の同点に目白健進が追いついています。2対2の同点、1点を争う展開となっています。6回の裏、目白健進の攻撃が始まります。左のバッターボックス、8番の横地トライ、変化球逆方向への当たり、レフト線入っています。打った横地は2塁に到達、3塁に向かうか、大きくオーバーランしたところで3塁まで行きます。ヘッドスライディング、足の速さを見せました。ワンアウト三塁、9番ピッチャー四つ本、さあ勝ち越しのチャンスで9番、ここまで2失点ピッチ、あーっとキャッチャーここでそらしています。三塁ランナーホームイン、目白健進が1点勝ち越し、6回の裏、ピッチャーの周り、ピッチャーの新宅球に変わりまして田村君が入りレフト、ここでバッテリーエラーです。今のは空振りという判定です。バットには当たっていません。ファールではありません。キャッチャーの川又元気がそらしています。今のはおそらくパスボールになるでしょうか。真ん中のボールでした。二塁ランナー一塁ランナーともに進塁、ワンアウトランナー二塁三塁と変わります。引っ張った当たり、三遊間真っ二つ、レフト前ヒット、三塁ランナーホームイン、二塁ランナーも三塁蹴ってホームに帰ってくる、ボールは中継まで。2番の浮津春瀬2年生、三遊間を破る2点タイムリーヒット、これで5対2、目白健進のリードは3点に変わりました。さあこのタオダで終わらせられるか。
ショートの頭上ライナー性の打球で破っていきました。レフトヒット、二塁ランナーホームに帰ってきます。田尾田自由のタイムリーヒット、さらに1点を追加しました。目白健進、9対2、これでリードは7点に変わりました。6回の裏です。6回の裏に大きな大きな7得点が入りました。目白健進、9対2、目白健進のリードは7点。コールドゲーム試合終了まであとアウトカウント1つとなりました。渋谷教育学園渋谷が今日は4回に2点を先制しました。しかしその後同点に追いつかれ、そして最後見逃しの三振、今日11個目の三振を四つ本が奪って試合終了。6回に大量7点を入れた目白健進、7回コールドゲーム勝利を収めています。